今日も寒いです。朝からですけども寒いですね。だからそういう時は食べるイコールパワー、これも実感してます。で、まあ今日のメニューなんですけども、もうご飯ですね。それからレバニラ炒め、レバニラ炒め、味噌汁、キムチ、つぶすけ、もずく、厚揚げの焼き物です。さあ、昨日の晩ご飯から何も食べてず、もうウィズムなんですけども、食べたいと思います。皆さんはすれば嫌な音ってあると思うんですよ。例えば金属とか金属が擦れる音とか、食器がカタカタになっちゃう音とか、人によって違うと思うんですけど、
臭みとくとあれ好きなんですよね。まあ俺のチャーハンがまさに作られているという感じでたまんなくなるんですよ。自分でなんかそうですよね、落としてますよね。レバニラ炒めって例えばこの店ではレバニラ炒め、この店ではニラレバ炒めっていうふうに、レバとニラのどっちが先に行くかということがあると思うんですけど、天才バーゴンのパパの好きな食べ物はニラレバ炒め。だからレバニラ好きな子としてはニラレバどっちが正しいんだろうという。まあ、あったんですけど、まあ、どっちでもうんじゃなかった、うまくいきますよ、ですね。実は中学三年生の時に。受験がまああったわけなんですけども、進路としては進学の高校ですね。で、専門学校への進学、この3つの進路、この3つの選択肢であったわけなんですよ。漠然的な未来しか考えられなかったので、高校行くのかなっていう流れもあったんですけど、心の中では
すごいの専門学校ですね。行きたいなっていう気持ちがあったんですね。それはなぜかというと、老人になりたいという思いが心の形になって、そんな有名割烹の料理人とかホテルのシェフとかそういうのじゃなくて、毎日食べれるお惣菜を作れる料理人になっちゃったんですよね。一方で、中華料理の当時にもなったんですね。チャーハンを作る時に妙な薄さばき、すごい声がしました。そしてシャームシに進んだんですけど、今でも美味しい店に行くと、かっこいいなと思いましたね。例えば、子供の頃は同じだったんですけど、今大好きです。もずくがすごいさっぱりする。で、私が幼い頃から近いうちにちょっと旅行に行くかもしれません。一泊二日ぐらいなんですけど、昔の会社の後輩とかと一
人に旅に出ようという話がありまして、おいしく食べられそうだ。
ぱり人生の幸せでもあるかもしれませんね。Thank you.